雨降っているしかことはない。本日ね、こう直前になりましてから降り始めましたので、ある意味雨でも我ら演技に出る、やっぱある意味運の良い方かもしれません。ですので、次は天気の良い日にまた我らの演舞楽しみに来てくださいませ。それでは、これより我ら演舞始めさせていただきとうございまする。最後までお楽しみくださいませ。戦国だよ。この越後を統一した親方様の片腕として、あまたの戦場を駆け抜けてまいった。先鋒として敵の出番を振り切り、味方を勝利に導くことこそわしの本分である。我が名は上杉四天王滝崎影家大臣。我が家には内定のごとく、邪魔するものは全て蹴散らしてくれるわ。謙信公の義の心を引き継ぎし、上杉家の後継者、上杉影勝様、いざご出陣。凄惨な跡目争いの末、受け継いだ上杉家当主、その先に待ち受けていたのは戦に次ぐ戦。
国の武将たちが天下統一の野望を掲げ戦にその身を散らした。しかしわしが望むは天下にある。この源に生きる者たちのためにこそ戦い、我が義の刃にて乱世正義の道を貫く。わしはそう御仏に誓いを立てたのじゃ。毘沙門天よ、我に誓ろう。我戦国随一の義の武将上杉壇上昇筆変身でおる。我が義の心は皆と共にある。よいか皆の者、今こそ上杉の武勇この地に知らしめよう。天国時代より長き時を越え謙信公の女将こちら山城を、そして上位越後さらには彦本を迎えるために再びこの地に取り返すと。我越後上位上杉おもてなし部招待、義の戦へいざ出陣。本日は我が居城春日山へ皆様方ようお越しくだされた。この謙信心より礼を申す。誠にありがとうございまする。まあ、先ほどまでまあチラチラと、まあ、今も若干降りかけておるが、まあ、演舞中もしも雨が降ってきたら、まあ、遠慮なく傘差してな、まあ、ご覧になっていただいて構わんから、まあ、最後まで、まあ、楽しんでいただきたいと思います。で、まあ、先ほどまで、まあ、向こうの方でこう何やらこう何火を切るような音がしておったけれども、ちょっとなつい、2、3日前かな、まあ、ここの神社の裏手の方にこう大きな木が立っとって、でそれにこう藤の花というかこう木が巻きついとったな。それがまあ何かの拍子にこうバキバキバキッといって倒れてきてしもうて、でまあ裏手の方にこうドーンで今その倒れた木をまあご地元の方があちらの方がなご苦労様でございますが、まあ今そういうふうに形で整備してくれた。まあさらにはあのご地元の方々がこう松葉を集めて、まあ、きれいにしていただいたりとか、まあ、そういうふうな皆様方の義の、これこそ義の心というものかな、まあ、そういったものでこの我が春日山城が今守られているというか、まあ、皆様方ぜひな、まあ、そういう、皆が守ってくださっておるこの春日山城、まあ、この後もゆるりとご堪能していただきたい。まあ、今はちょうど季節の変わり目でいろいろな花が咲いておるの。もうすぐそばもう歩いて行かれると分かるが白い花な、あのシャガとかいうなんか小さい花が咲いとるし、まあ、すぐそばにはツツジが咲いとるし、あとはなんかここの春日山城に上がる途中にはカキツバタのようなこう勝負のような、花も咲き始めており、まあ、そういうものも、まあ山歩きの醍醐味ではないかと思いまするから、まあ、ぜひぜひ、まあ、そういった緑山の風景も楽しんでくれる。さて、では我ら上杉おもてなし武将隊、本日こうして皆様方なお集まりいただいた上、からには
をせねばいかんということで、クイズの一問出させていただきたいと思います。はい、それではこれより我ら武将隊クイズのコーナーにございます。はい、まず私からこのクイズの紹介させていただきまする。まずクイズは一問にございまする。本日武将様どなたでしょうかね。はい、では上杉景勝様から皆様に一問クイズを出していただきまする。皆様よーく考えて答えの分かった方、問題を聞き終わりし後元気よくはいと手を挙げてくださいませ。私がそちらの姫とかそちらの殿というふうに指名いたしますので、大きな声で答えてください。もちろんこのクイズには褒美もございますね。はい、こちらの方に褒美預かっております。ぜひ皆様頑張って答えてくださいませ。ではその前に、先ほどこちらの紐が切れてしまいましたな。先ほど演舞前にちょっと応急処置したんだが、また取れてしまいました。お主の戦っぷりは激しいっていうのはこれ。なかなか豪快じゃの。この後はこの格好でいきますよ。申し訳ございません。では問題。この上杉快活がこの春日山離れ会津の方に向かった。その後にはこちらには堀氏、堀秀治殿が、入府され、そしてその秀治殿の子供堀忠俊殿が、こちらを春日山城を廃し、その後に直江津の方にある福島城というところに移りました。しかしその福島城もわずか数年で、廃城となり高田城の方に移ることになります。